こんばんは、YouTuber のかぐらです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、土曜日、年末の土曜日ですね、皆さん。いよいよ年の瀬という感じで、いかがお過ごしでしょうか。さて、今日は土曜日ということで、YouTube ニュースまとめなんですが、年末ですけど、あのビッグ大物が新規チャンネル開設というニュースが後半にありますので、さあ、早速行ってみましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全36アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、フォローよろしくお願いします。はい、では2020年12月第4週、12月20日から12月26日までに起きた YouTube 関連のニュースをまとめていきましょう。今週のピックアップは、まあ年末ということもあってね、特にありませんでした。では、動画制作ビジネス関連のニュースです。ハムスターの可愛すぎる脱出劇が世界中で大人気。ゆうちゅらよりと。はい。まあ、やっぱりね、言語を問わないコンテンツはやっぱり強いですよね。TikTok 王純也、開設から98日で登録者300万人達成。これもゆうちゅらよりと。はい。いやー、やっぱり純也さん、その世界共通コンテンツ、ほんと強いですね。で、この記事の、さらに、これ、純也さんのことは、前も取り上げたんですけど、今回取り上げたのはね、ここです。なんと、嵐の3倍の最速で300万人と。いや、ほんとね、純也さんすごいし、純也さんをサポートしてる事務所がすごい。ほんとね、純也さん。ドリームだと思います。大相撲アーカイブ場所を開催、 YouTube で過去400場所順次公開、デイリースポーツよりと。いいですよね、やっぱりアーカイブをどんどん、企業のチャンネル迷ったらね、どんどんアーカイブをね出すのが本当いいと思います。で、今週の新サービスはね、ビットスターさん、書籍を、電子書籍を出されたというのと、あとね、フォーイットと共同開発テクノロジーでインフルエンサー向けのなんか PR 依頼のサービスということですね。あとはなんか YouTube のランキングサイトが、スタートしたというのもありましたね。はい。さて、では次、 YouTuber 炎上関連。 ASMRYouTuber、テウと ASMR がサブスク解禁、公式リリースよりと。はい。いや、ASMR さんのサブスク展開、これ結構来年もね、続きそうですね。ASMR、VTuber、本当今年飛躍したんじゃないですかね。なんか芸能人 YouTuber さんたちばかりが注目を集めてる気がしますけども、ジャンルとしては本当に成長してるなという気がします。元箱根駅伝ランナーが YouTuber になった理由とは、マイナビニュースよりと。はい、これ YouTube 配信してる人はね、ぜひ参考になると思うので、インタビュー記事ピックアップしました。すごいのが、8ヶ月で登録者数4万人なんですよ。でね、見ましたけどね、やっぱりね、キャラが面白い、キャラが。専門知識はもちろんのこと、キャラがね、やっぱりすごいなって感じですね。ディスカバリーの公式 YouTube チャンネルに日本オリジナルコンテンツ登場と、時事 .com よりと。はい。サバイバルをするね、ディスカバリーチャンネル。僕も腰痛、ぎっくり腰になった時に、寝たきりになった時に、思わず見まくりましたけど、なんと日本オリジナルコンテンツですよ。いやー、すごいですね。日本市場それだけ注目してるってことなんですかね。ね、ライアンくんとか、アメリカの人気キッズ YouTuber も日本進出してますけど、来年はあれですかね、芸能人 YouTuber の流れではなくて、今度海外トップ YouTuber の日本進出ってなんかちょっと、トレンドになっていきそうな感じですよね。チャンネル登録者数 86.2 万人、鉄道系 YouTuber 鈴川彩子鉄道ソング第2弾と、時事 .com よと。はい。結構そのタレントさんの、YouTuber さんで成功してる方
こんな感じでやっぱり曲ね出すのね僕いいと思うんですよね。ヒカキンさんとかセイキンさんも出されてますし、なんかね成功したら曲出すっていうのは全然もっと増えていい気はしますね。ほらサブスク展開がねできるしね。そうそう、もっと増えると楽しいなと思いますね。ゲーム実況、e スポーツ、VTuber 関連。二次三次公式新番組二次三次の B 級バラエティ放送決定と、公式リリースよりと、はい、もう、配信スタートしてましたね。で、メンバー限定の、まあ、有料のね、コンテンツもあるということで、月額が999円。これもなんか人気出そうですよね。で VTuber 関連でもう一つ、ホロライブとエースースのコラボ配信が中止に、ゆうちらよりと、はい、これある VTuber さんが、中国ユーザーにね、反感を買ってしまう、まあ、コメントをしたことで炎上したことに、まあ、由来するんだと思います。興味ある方はぜひ調べてみてください。まあ、VTuber 台湾炎上とかかなで多分検索すると出てくると思います。まあ世界展開するときにね、英語圏のユーザーと中国語圏のユーザーとね全然違うでしょうから、なかなか難しいですよね。こちらが検索結果です。これ何で反応したんだ。ユータと熱で違うでしょうから、え、何これ何これ。何に反応したんでしょうね。はい。失礼しました。でデータ統計関連いきましょう。データ統計関連、今週は、YouTube の公式の、カルチャー&トレンドレポートでしょ。それから、カムイトラッカー、カムイトラッカーという YouTube 関連の、マーケティングツールを提供しているエビリーさんのランキング、年間新人 YouTuber ランキング。まあ、案の定というか、やっぱりいいという感じで芸能人の人がほぼね上位を占めるという結果が出てました。ただ、他のジャンルのランキングも出ていて、そのあたりなんかはちょっと興味深い内容だったので、ぜひ興味ある人は見てみてください。それから、音楽配信サービスを含めたなんか SNS の調査とか、あと人気 YouTuber のヒカルさんが、丸々円かけてサロンをオープンさせたとかいうところですかね。そう、人気 YouTuber さんね、まあ人気というかミリオン YouTuber さんは世界的にも、リアル店舗を展開するという流れもあるみたい、展開もあるみたいで、アメリカですと規模がすごいですね。トップ YouTuber さんがハンバーガー店を全米300カ所にオープン。すごいですね。これほぼ買収のノリですよね。すごいですよね。はい。さあ、それで年末ですけど、すごいですよ。新規チャンネル開設、今週は。まず、小島瑠璃子さん。まあ、ただ、小島瑠璃子さんは、ただ、ホリプロのチャンネル、ホリプロ公式チャンネルの中で登場したっていうことなんですけども、ぜひ見てみてください。本当に素のまんま撮ってます。本当普通に素のまんまです。いやー、なんか、目の前にいる感じで、ちょっと新鮮でした。それから、平手友梨奈さん。それからタレントの中山秀幸さん、あとシェリーさん、伊原立花さん、マジシャンの小寺由紀さん、青木源太さんなどなど、年末ですけど、新規解説たくさんありましたね。はい。まあ、YouTube ビジネス関連の方がね、まあ、さすがに年末なんで、あまりなかったですけども、今週はこんな感じの動きでした。はい。まあ、年末もですね、このニュースまとめ、YouTube と音声配信メディアのニュースまとめは、まあ、年末もね、続けていくつもりです。まあ、どのタイミングで配信できるかはちょっと僕も年末の、まあでも今年はコロナだから実家帰らないので、まあ、普通に配信するとは思います。いやー、でも今年はね、コロナということで YouTube 関連、本当にトラフィックが増えて、ね、人々が YouTube、人々がってなんかすごい言い方だけど、YouTube ね、盛り上がりましたね。でですよ、来年なんかは本当、
まだまだこの流れで、ね、例えば ASMR の YouTuber さんがサブスクに展開したりとか、まあ VTuber さんがさらに世界進出どんどん増やしたりとか、うん。まああとはゲーム実況かな。ゲーム実況が YouTube だけじゃなくていろんな動画配信サイトに展開してったりとか、まああとショート動画がね、どうなるかっていうところが、個人的には注目かなというところですね。うん。まあでも本当ね、最近は YouTube も、チャンネル登録者数と再生数がね、本当比例しなくなってきたんで、僕自身も、うん、チャンネル登録者数がもちろん増えれば嬉しいですよ。嬉しいですけど、うん、なんかそんなに気にはしなくなりましたね。ただまあ再生回数は確かに僕の場合はそんなに多くないんですけど、でもなんかね、以前ほどは気にならなくなりました。やっぱり登録者数が増えていく人たちを見るとね、すごい悔しい気持ちもあったんですけど、最近はねそんなことなくて、楽しくフォートナイトをプレイする動画をね配信していこうという気持ちで配信回数増やしました。はい、まあ、なるべくね毎、まあ、月曜日だけお休みさせてもらって、毎日配信を、の方を優先させて動画配信を続けています。ですからそのパターンは、来年も続けていこうと思いますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録、それから、TikTok のフォロー、それからぜひ拡散で応援のほどよろしくお願いいたします。いやでもね、今年も本当に皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。はい、ラジオまだまだ全然続けていきますが、はい、皆さん、良い週末をお迎えください。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日も皆さんにとって、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。